どうもこんにちは、旬だよりメンバーの稲山です。旬だよりメンバーの鈴です。はい、ということで今日は旬だよりメンバーの鈴さんが晴れて内定したということで、はい、鈴さんの面接を取らせていただこうという企画になっております。はい、はい、鈴さんよろしくお願いします。お願いします。面接官はおなじみの鳥さんです。鳥さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。就活生をですね、外資就活 .com ワンキャリアさんの方で支援させていただいて、確実内定という本も出し、就活生の継続的な支援をしています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は、仮想の副大インターネットっていう、まあ、ウェブ系の、まあ、IT 企業を、まあ、想定して、そちらの面接を取らせていただきたいと思います。はい、鈴さんちょっと意気込みの方よろしくお願いします。前提として私よりできる人たくさんいると思うし、論理的思考力ゴリゴリみたいな感じのタイプじゃなかったんですけど、まあ、私なりのやり方で、私なりのスタイルで内定をいただくことができたので、まあ、その私のこれまでの最高地点の面接をできればなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、面接を開始させていただきます。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、最初にまずですね、簡単な自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、独協大学英語学科4年生の高橋鈴香と申します。私は学生時代塾講師であったりだとか、 LGBTQ の学生団体、また、まあ、これ特に力を入れたことなんですけれども、就活 YouTube 旬ダイアリーで約2年間長期インターンをしておりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではその一番力を入れたことである旬ダイアリーさんのことについて詳しく教えてください。どんなことを頑張ったんですか？はい、そうですね、ここで一番頑張ったこととしては、視聴回数を約3倍に伸ばした経験になります。素晴らしいですね。具体的に、まあ、どういう状況だったんですか？はい、当時その目標3倍っていうふうに掲げていたんですけれども、まあ、その数字を私のチャンネルでも成功した例、前例とか成功例がない中で、自分たちで伸ばすセオリーを見つけて3倍に伸ばした経験になります。そこ詳しくお話しさせていただいていいですか？はい、お願いします。ありがとうございます。 YouTube ってこれやったら絶対伸びるっていうセオリーがあまりないところなんですね。なので伸ばすセオリーを探すために競合分析を行いました。で、他のメンバーはその時3人いたんですけれども、メンバー3人で約2ヶ月間他のチャンネルの動画を最低1本は見ようっていう風に決めて、でその動画を見た上でグッドともを駆け出して、伸びるセオリーは何かなっていうのを探していきました。で、まあ、その2ヶ月間行った結果、もともと他のチャンネル、自分のチャンネルでも面接とか ES のノウハウをまとめた動画が多かったんですけれども、本当の就活生のニーズってノウハウを知りたいっていうよりかは、共感とか他の就活生の状況が知りたい、リアルを知りたいみたいなところの方が強いんじゃないかなっていうふうに考えて、そのジャンルをやってるチャンネルが他になかったっていうところと、運営してるのが就活生だったので、就活生のリアルっていうところはかなり自分たちの強みを生かせるのではないかなっていうところで、その就活生のリアルっていうところを徹底的に出した企画を出していきました。そのリアルを出した方がいいんじゃないかっていう仮説のもと、その後動画を出していく中で、その仮説が当たって紹介数が3倍に伸びました。はい、ありがとうございます。これはインターン生として参加されたという認識であってますか？はい、インターン生として参加してました。はい、正直そのインターン生でありながらここまで頑張りきれるっていうのはかなりすごいなと思っているんですが、はい、どうしてそこまで頑張れたんですか？はい、ここまで頑張れた理由としては、自分のビジョン、自分のやりたいことと合っていたからっていうのがあります。で、自分のやりたいことっていうのは、人の孤独を解消したいっていう思いが小さい頃からありまして、就活もすごく孤独を感じやすい、孤独で悩みやすいところであったので、就活生の孤独を解決したいっていう思いで頑張れてました。はい、ありがとうございます。どうして孤独を解消したいっていう風に小さい頃から思ったんですか？一番大きな原体験は小学生の頃の経験になります。課外活動を行っていたんですけれども、その課外活動で自分が一番年下で、年上のお姉さんたちからかなりハブられるとか、一人になるようなことが多かったんですね。で、その時にすごく悲しいなとか辛いなって思うことが多くて、その経験をきっかけに孤独を解消したいなっていう風に思うようになりました。ありがとうございます。旬だよりさんに参加したのも、まあ、そういう孤独が関連してたんですか？私実際に就活の時に自分一人で就活してかなり悩んでまして、でその時に YouTube 旬だよりの動画にかなり助けられたんですね。なので自分も情報発信して助ける側に回りたいなっていうふうに思って、旬だよりに参画しました。ありがとうございます。じゃあその旬だよりさんで、まあ、例えば一緒にもう働いていこうとか、あるいはそのご自身で起業しようとか、いろんな可能性
性があったと思うんですけれども、はい、それでもなぜ弊社を志望してくださっているんですか？新大理の方を志望した理由としましては、新大理で就活生っていうふうにかなり狭いところに絞って孤独を解消していくっていうことになるんですけれども、私その就活生っていうところに特段強い思い入れがあるわけじゃなくて、いろんな世代の孤独を解消したいなっていうふうに思っているので、新大理ではなくて御社を志望しております。起業を志望してない理由としましては、まあ、自分の弱みでもあるんですけれども、ビジョンに突き動かされて頑張れるけど、まあ、一人でやっていくほどの強いリーダーシップはまだ持ててないっていうところがあります。ただ同じビジョンを持った仲間と同じ目標に向かって熱量高くやっていくっていうのは、これまでの経験からも自分がそういう環境であれば頑張れるなっていうふうに思っているので、自分一人で何かやるっていうよりかは企業に属して働いていきたいなっていうふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。入社後実際に何かやりたいこととか、こういったことを実現したいなというものがあれば教えていただけますか？前提として全ての事業であったりサービスに自分のビジョンと重なるところがあるなと思ったので、まあ、どこの事業部に配属されても当事者意識を持って頑張れるかなというふうに思うんですけれども、まあ、特に自分が携わりたいなと思ったところとしては、既存の人間関係を深めたいっていうよりかは新しいコミュニケーションを見たい、交流を見たいっていう思いの方が大きいので、そこに携わるようなサービスであったりイベントの設計ディレクションの仕事をしたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらで伺いたいことは全てになります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。すずさん、いかがでした？そうですね、実際の面接では1時間ぐらいあって、で3回ぐらいあったので、もっと深掘りされたりとかする中で私の良さが評価されてよかったから、ちょっとこれだけ見たら、いやどうかなって思っちゃう人もいるかと思うんですけど、まあ、大体こんな感じで私は喋ってたよっていうのは、はい、大体は再現できたかなと思います。で、まあ、内定先とかがバレちゃうといけないので、あんまり志望動機とかも具体的には伝わってないんですけど、ね、はい、素人目線からは良、まあ、かったんですけど、実際面接官していただいた問いさんからフィードバックをいただければと思います。はい、本当に素晴らしい面接だったと思います。これまで、高橋さんとは何回も面接をさせていただいてきてると思うんですけれども、本当に最高傑作良かったですね非常に素晴らしいクオリティでした。で、何が良かったかというと、本当に原体験がまずこの原点、人生の原点としてあって、なぜ自分はこういうふうに生きたいなと思ったのか、結果としてここに就職したいのか、そして今何をしているのかっていう、その過去、今、未来の線がつながっていたので、本当にその語っていただく人生観に説得力があって、実際にこの人は本当にそう思ってるんだろうなというところが納得感を持って教えていただけたと思います。で、もう一つ良かったところが、高橋さんの従来から持っている素晴らしいところが存分に発揮された、お話のされ方だったと思います。過去の高橋さんの面接をちょっと振り返ってみると、すごく頑張って自分の弱みを補填しようとされてた傾向があったのかなと。例えばその自分はロジカルシンキングが強くないからロジカル話さなくてはとか、それがすごく無理につながっていて、確かになんか自信なく見えちゃうし、ちょっとつついたら空っぽに見えるなとか、嘘なんじゃないかなっていうところにつながってしまっていたけれども、はい、今回の高橋さんの面接は完璧にそのご自身の言葉で自分らしい、そのありのままの自分でありながら、それが分かりやすく相手に伝わるっていうのを最高の面接ができてたと思うんですよ。自分で確かにって言わないもんですけどで、これは結構視聴者の皆さんにもお伝えしたい大事なところなんですけれども、まあ、例えば自分がロジカルシンキングが弱いと思った時に、頑張ってロジカルにしようとしても、もともとロジカルシンキング強い人に勝てないですし、そこを頑張るよりも自分のその姿っていうものを正確に捉えて、私はこういう面は至りません、こういう面が強いです、で、その強い面で御社で活かせると思ってるから応募してますって言えた時の方が内定しやすいっていう意味で、本当に高橋さんの素晴らしい内定への道が見えたなっていう最強面接だったと思いますありがとうございます。逆に、まあ、もっとここ改善できるとか、モアだった部分はありますか？高橋さんにこうしてほしいわけではないです、高橋さんと違う強みを持ってる人だったらこうするよねっていう可能性の話をさせてください。まずですね、もしコンサルティングファームであったりとか、あるいは投資銀行を受けるような場合は、ロジカルシンキングは極めて重要になります、で、そうなると先ほどの、高橋さんの話振り返っていくと、結構ロジックに穴がある。そうですね、はい、例えばなんですけれども、旬ダイアリーさんの動画の再生回数を伸ばしたかった、で、それに対して競合分析をしました、なぜっていう部分はないですね、旬ダイアリーさんの動画再生回数を伸ばしたかったであれば、施策としては例えば1これがあって、2これがあって、3これがあって、で、この中で優位性を持っていたのが競合分析だと判断したから競合分析を選択していて、で、その結果
こういう仮説を立てて、でその仮説が正しいと思った理由はこれでとか、いろいろ言わなきゃいけないことが間抜けてる感じなんですよね。なので、例えばこのまま高橋さんがコンサルティングファームに行くと、なんでその仮説が当たると思ったの、それって単に当てずっぽうじゃないって言われると思います。なので、それを説明する気は必ず、まあ、実際の面接では出てくるっていうことですね。それからですね、高橋さんは毎回そうなんですけどスピードめっちゃ速いです。あ、今日も速かったですか？はい、実際の面接めっちゃ気をつけてました。なので、それさえ解消されていれば、ほとんどの会社の面接通ると思います。で、皆さんよくその視聴者の皆さんは最強面接っていうとロジックが強いとか、なんかこう生まれも育ちも決定がないとかそういうのを想定しがちですけれども、そん なんか完璧人間ばっかり揃った会社怖くないですか？で、絶対に高橋さんの強みの生きる会社があって、でそれが欲しいっていう会社絶対あるので、であればその自分の強みはこれであるっていうのを売った方が絶対に成功するっていう意味で、本当に高橋さんのスタイルにおける最強面接を見せていただけたなと今日思っております。ありがとうございます。よかったです。ということで、本日はすずさんの面接を再現していただきました。じゃあすずさんからなんか視聴者の皆さんにメッセージとかあればお願いします。はい、私はこういう面接をして内定を取れたんですけど、まあ、逆に私を 100% 真似すれば内定取れるわけじゃないというか、私もなんかそのめっちゃすごい人の面接を真似して面接をしたこともあったんですけど、それだとやっぱ落ちてしまうことが多かったので、自分なりのスタイルとか自分の強みを発揮した面接ができるといいのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、本当自分なりの面接ができるように練習しようってことですかね。うん、そうだね。ありがとうございます。本当に内定おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回面接していただいた戸井さんの SNS だったりとか書籍は概要欄に添付してあるので、ぜひ皆さん確認してください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 検索サービスを無料で実施しています。ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。ラスこそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。